どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。つみつみクッキングレシピッピおうちでパーティーセットの方をご紹介したいと思います。こちらはデリシャスパーティープリキュアに出てくる妖精レシピッピの玩具になっております。そしてこの玩具、ハートキュアウォッチと連動する仕組みがあります。それはなぜかと言いますと、レシピッピの裏側には二次元コードがついています。これをハートキュアウォッチのカメラでスキャンすることで、レシピッピのデータを増やすことができます。左から順番に見ていきましょう。カレーライスのレシピッピ、ポテトサラダのレシピッピ、エビフライのレシピッピにプリンのレシピッピがあります。そしてパッケージの説明で書いている通り、この玩具はなんとレシピッピの頭を使って組み替え遊びができます。ではご紹介するその前にパッケージの方を見ていきましょう。表面はこのようになっております。裏面はこのようになっております。では開けていきます。はい、中身を開けるとレシピッピ4体が付属しております。一つずつ見ていきましょう。まずはカレーライスのレシピッピから見ていきましょう。全体このようになっております。続いてポテトサラダのレシピッピです。全体このようになっております。続いてエビフライのレシピッピです。全体このようになっております。最後はこちらプリンのレシピッピです。全体このようになっております。では組み替え遊びの方をしていきましょう。今回例題で使用するのはカレーライスのレシピッピとポテトサラダのレシピッピです。じゃあ組み替えていきましょう。まずカレーライスのレシピッピの目玉焼き、これ取り外せます。でカレーライスのルーの部分、これも取り外せると、こうなってますね。あ、ご飯になってるんだここあーなるほどね、ここがご飯になってますね。よいしょ。でお皿も取り外せますと。結構取り外せる部分が多いですね。じゃあポテトサラダも同様で取り外していきます。トマト、これ取り外します。レタス取り外します。でこれがポテトになっていると。見た目はさっきのご飯と似てますね。組み替えてみましょうか。じゃあこのレタスの部分をかぶせます。そしてさっきのトマトを入れてと。はい、これで入れ替えはできるという風な感じですね。はい、じゃあポテトサラダの方にカレールー、そして目玉焼き、パーツ交換ですね。はい、このように組み替えて遊ぶこともできます。ではお待たせしました。ハートキュアウォッチを使って連動音声の方を確認していきます。ちなみにレシピッピを使ってハートキュアウォッチをスキャンする場所はレシピッピのお皿の後ろ側に専用の二次元コードがあります。これを使ってスキャンしていきます。では音声の方を確認していきます。はい、読み込みました。カレーライスレシピッピー登録されました。はい、スキャン完了。ポテトサラダ登録完了。はい、次はエビフライ登録完了です。はい、読み込み完了。プリン登録完了です。じゃあ先ほど4つスキャンしたレシピッピ見ていきましょうか。レシピッピスタンプカード、ご飯、あ、増えてる。カレーライス、はい、おむすびの次だったんですね。で、ポテトサラダ、エビフライ、あ、ちゃんと順番なんだ。で、説明、人参、玉ねぎ、じゃがいも、お肉などを煮込んでカレールーを入れよう。熱々ご飯にかけて食べてね。ポテトサラダ、じゃがいもを茹でて刻んだ野菜と混ぜ合わせマヨネーズなどで味付けしたら出来上がり。エビフライ、エビに衣をつけて油で揚げたらプリプリなエビフライの出来上がり。で、やっとおやつがこれで増えた。おお、最初なんだ。プリン、牛乳、卵、砂糖など混ぜて容器に入れて蒸した後冷蔵庫で冷まそう。カラメルソースをかけて出来上がり。ではおむすびね、一回やったんでカレーライス作っていきましょうか。
はい、ご飯を炊きます。包丁で上手に切ってと。このままスライド。スライド、スライド。はい。はい、斜めで混ぜると。はい、回しまーす。あ、横スライドか。かき混ぜてって言われるとぐるぐる回したくなるんですけど。スライドです。さあ、次は？あ、これで完成なんだ。簡単だねー。はい、お世話のご飯からコメコメに食べさせてあげられる。しかし、成長した状態じゃないとダメなんだよね。では次、ポテトサラダ。包丁で上手にジャガイモを切る。スライド。はい、これで待ってねと。さて、握りつぶす、てか押しつぶす工程があるはずなんですが、あるかな？あるんだ。材料混ぜて、あ、混ぜるんだ。潰すんじゃないんだ。まさかの混ぜる。おりゃー。はい、完成。マヨネーズかける工程はないんだな。じゃあ、ご飯物ラスト、エビフリアーイ。あ、これは違った感じ。さあ、衣をつける。で、でも、やる動作は一緒。はい、衣をつけます。あとは揚げるだけ。油で揚げてね。うん、少し待っててね。動作は何もないと。せめて入れる動作は、入れて欲しかったかな。はい、完成。では、おやつ。プリン。これでラストですね。さあ、混ぜます。スライド。スライド。スライド。はい。あ、冷やすだけ。はい、完成プリン。さて、コメコメの食べれるところに、おむすび、カレーライス、ポテトサラダ、エビフライ、ローストビーフ、これは買いました。プリンは、デザートだから、分けられてんのかな？あ、おやつか。でも選べないな。選べないってことは、コメコメが成長してからですね。で、先ほど、お粥以外のご飯も、コメコメが成長してからじゃないと、食べさせられないみたいですね。以上で、デリシャスパーティープリキュア、つみつみクッキングレシピッピーおうちでパーティーセットの方をご紹介いたしました。レシピッピーの頭の部分を組み替えて遊べるのはとてもいいですね。そして別売りのハートキュアウォッチと連動させることによりハートキュアウォッチのレシピッピーの図鑑が増えていきますね。そしてこのレシピッピーのセットもう一つあります。そちらの方は別の動画でご紹介したいと思います。ということで今回これにて以上です。この動画がよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。